異なる理想の道徳を持つ社会、自分たちが唯一正しいって言ってるわけですから想定外なわけですが、こういうことが起きると無力になってしまって、もう暴力がエスカレートしてしまう。よくその漢とかですね、提言明法とかでちゃんと言ってるじゃないかとかっていう人いると思うんですけど、あれよく見るとですね、本当に何も言ってないのと、具体的には何も、じゃあ殺人しちゃいけないのかとかですね、何にも言ってないのと同じなんじゃないかなと。それではまずですね、背景について述べさせていただきます。まず最初は多様性と道徳性の関わりについてです。最高のものとかシステムとかサービスを作り上げるには国境や分野に関係なく英知を集める必要性があると。これはイノベーションを目指す人たちにとっては当たり前のことだと思います。そうなると、境界を越えて多様性を実現することが鍵となります。で、このように境界を越えて異なる価値観に触れるときに各人の道徳体系が問われているというふうに思います。で、グローバリゼーションと言われている今、道徳を根本から見つめ直す必要があるだろうと。で、今まさにですね、世界の中ではですね、世界中の人間が仲良くすべきだっていう人と、よそ者を追い払うべきだっていう人の間でですね、激しい論争とか争いが繰り広げられているわけですが、どちらにどんな根拠があるのっていうのは、なかなかこれは明確にされてないし、議論にまず噛み合う点がほとんどないですね。それからこの議論って結局自由と平等は両立するのっていう、こういう議論なのかなというふうに思ってます。こういう非常に重要な問題に対して、我々は何らかの考える道筋を与えないといけないと思います。それからもう一つ、幸福と道徳性の関わりがあると。道徳性と、さっきは私から言ってますけど、道徳っていうのは要するに簡単に言うと善悪の区別になるかと思いますけれども、幸福と道徳性の関わり、これもすごい大事だなと。で、今格差とか差別とか分断っていうことが今の世界で大きな問題になっているわけですけれども、これを彫刻しないことには幸福な世界っていうものはないと思います。で、この幸福な新社会システムの創造は貨幣価値軸だけ考えていても多分無理であろうと。まあ、実際貨幣価値軸が今主になって世界動いていると思いますけれども、これでは一向に格差とか差別とか分断はなくならないという状態です。そうすると貨幣価値軸とはある程度直行、つまり独立したような軸が必要だろうと。で、しかもその軸は計測可視化が可能じゃないとダメだろう。精神論ではいくらでも述べる人がいるわけですね。道徳が大事だとかですね、人助けしなさいとかですね、世界平和が大事だって言うんですけど、ちっともこれが貨幣価値軸と比べて広まらないのは、やっぱりこれは計測可視化ができてないことが問題だろうというふうに思っております。で、こういうことが可能な価値軸を作りたい、これが、この2つが背景としてございます。では最初の部分にかかりますが、まず態度としては一応科学者の端くれですので、問題点を検出して分析して統合してモデル化するとい う非常に科学の通法にのっとった方法を取りたいなと。で、その時にゼロベースで検討したいなと。なんとか主義とか、なんとか教とか、なんとかイデオロギー、いわゆるポジショントークですね、こういうのは足りたくないなと。残念ながらですね、今までの道徳とか、それから幸福を論じたようなものっていうのは、最終的な結論はですね、その個人個人の生まれ育った考え方、思想っていうものに返ってしまうものが多くてですね、途中まで素晴らしい議論が展開されてるんだけど、最後はなんかその人が生まれ育った宗教のになっちゃったりとかですね、そういう話になってしまって、残念だなって思うことが多いんですけれども、人間ですからですね、今は生まれ育った環境というものは完全に脱することはできないんですが、そういうものにはなるべく頼らずやっていきたいなというふうに思います。で、本校は9つに分かれておりますけれども、まず1からいきたいと思います。で、まず既存の道徳の問題点はということです。これは以前の講演でもしたので、少し端折ってさせていただければと思います。で、問題点を挙げるというのは実は一番難しい作業であって、これを設定を間違えるともうそもそも何も解決できないということになってしまいます。で、まずその問題自体を組織化する
という態度が必要です。組織化というのはですね、これよく高分子化学で使うんですけれども、高分子っていうのはちっちゃいですね、分子のユニットがたくさんこう繰り返されて出てくるような、こんな細長い分子のことを言うんですが、これはもう細長くたくさんつながることで一個一個の分子を見てても性質はわからないんですね。それよりも少しこう引いてですね、いくつかの分子の連なりを一つの塊として見ることで初めてその性質が現れてくるということで、そういうのを組織化と、少し引いて大きな特徴をつかまえるということだと、ことをしてみたいというふうに思います。そうするとまず道徳における未解決問題を挙げてみたいと思います。でこの時には最もしてはならないと悪い行為と一般的に考えて殺人を例にとりたいというふうに思います。そうすると疑問の1は、誰がなぜ殺人をいけないと決めるのか。これ聞くとですね、大体こんなような回答が返ってくるんですが、これを組織化整理すると大きく2つに言われております。社会の権威のある存在が決めた、 VS 自分の心が決めた、そしてなぜに関しては、社会が壊れるのを防ぐ、 VS 自分が死にたくない。これはもちろん組織化ですので、細かい部分ではオーバーラップとかあると思いますけど、大体こういうふうに分かれていると。第2番目の疑問、じゃあなんで戦争や死刑では殺人が強要されるんですか。これもですね、聞いてみると大きく2つに組織化整理することができます。社会を守るため VS 自分の命を守るため。でもそもそも殺人を禁じてない社会というのはないはずなんですね。おかしいなということになります。3番目、じゃあ多様な人類全体に共通の道徳原理はないのかということになります。そうしますと、疑問2という、社会が容認する殺人をきちんと説明できませんと、殺人はやっちゃいけない場合もあるし、いい場合もあるとかですね、いいとも悪いとも言えない、こういう結論になってしまう。これは有意義事態でして、場所や時間が違えば善悪の区別も異なるということになってしまい、グローバリゼーションって言ってるんですけど、実は裏付ける道徳体系がない、道徳の空白地帯があるということになります。じゃあ過去の道徳思想はどうなっているかと、科学の通報ですね、昔はどういうふうに考えられてきたか、今までどうかと。で、この疑問1に対する回答というのは、結局道徳に対するスタンスとか前提になっているんですね。これが大きく2つに割れたということで、過去の思想もかなりきれいに組織化することができます。そうするとまず第1は、社会に重点を置く道徳モデルです。これは彼らが何を言ってるかということをギュッとここも組織化しますと、理想の社会があって、そこで決まった理想の道徳がありますよ、こういう考え方です。で、これの例は宗教、これが典型的ですね。キリスト教、イスラム教、仏教、全ての宗教がそうだと思います。で、もう一つ、宗教でなくても伝統とか習慣、儒教であるとか、アリストテレスの考え方であるとか、これはある、一定のですね、ある過去の社会を理想の社会だと言っていて、で、そこで決まった理想の道徳があるんだから、それに従えと言ってるわけですね。で、これはつかみどころのない現実に考えたり行動するための特定の枠組みをくれるということです。ただしそれは問答無用です。で、これは分かりやすく子どもに教えるには便利なので、全然ちっちゃい子に教えるのはこれで問題ないだろうと思います。ただ、さらにこれを組織化しますと、これは特定の社会の神格化であるということになります。過去のある時代のこういう時代が本当素晴らしい理想の社会で、もうそこでやっている通りにすればいいんだというような、そんな考え方ですね。これいわゆる典型的な右翼的な思想ということになりますね。これあくまでいわゆる右翼的思想であるということで、ご容赦ください。これに対しまして、もう一つのモデルは個人に重点を置く道徳モデルです。これはデカルト以前と以降で分かれますので、ちょっと分けさせてください。で、この人たちが言っていることをギュッとまとめると、道徳は個人個人が決めるものと、で、直接比較したりすることはできないと。で、これはもうカンピシとかマキャベリアも有名ですね。それからソフィストとかエピキリア派とかストア派とか、どっちかというとこう、個人の内面を重視するような、そういうもの、老子荘子もそうですね。荘子が一番先鋭的で、言葉による善悪の区別なんて何の意味もないってはっきり言ってます。で、この人たちは個人の欲望とか悩みを重視していて、そもそも社会を否定していて、道徳に関心ないですね。で、これがですね、デカルト以降になるとちょっと
経路が変わってきます。で、基本的なステートメントは道徳は個人個人が決めるものということで、これは変わりません。で、デカルト以降のですね、いわゆる西洋哲学の主流の人たちがみんなそうですし、経験論とか社会契約説とかですね、ちょっと言ってること違うようなんですが、彼らはデカルトが理性って言ってたものを知性って言ったり反省って言ったり想像力と置き換えてるだけですし、功利主義もですね、これ理性を感情に置き換えただけであるということで、この人たちの特徴はデカルト以前とそんな変わらないに見えるんですけど、実はちょっと違っていて、その特徴はこの理性ということになります。で、彼らは個人を社会から切り離して社会で上位に位置づけていると。そして自由で理性を有する個人が主役である。と、ほとんどこれ枕言葉になってますね。彼らの書いてあることの自由で理性を有する個人というのが主役となっていると。でもよく考えるとですね、後で理由は述べますが、自由、本当に自由な個人って実はいないんですね。ということはこれは一種の個人の神格化になっているということです。で、いわゆるこれが左翼思想がこれに当たるということになります。ですので、この考え方は、それまでの中世のですね、教育支配からの解放を表しているわけですけど、いわゆる特定の社会の神格化、教会支配というものに対するアンチテーゼだったわけですけれども、今度は別のものを神格化してしまったということになります。ということで、社会に重点を置くモデルっていうのは、非常に明確に善悪の区別の枠組みを提供してくれて、迷いがないわけですね。迷ったら経典読んだりお坊さんに聞いたりすればいいわけですね。その一方で、異なる理想の道徳を持つ社会、自分たちが唯一正しいって言ってるわけですから想定外なわけですが、こういうことが起きると無力になってしまって、暴力がエスカレートしてしまう。その一方で、個人に重点を置くモデルっていうのは、理性を有する自由な個人が前提となって、個人と社会を切り離して考える傾向があって、現代で圧倒的に人気なわけですが、残念ながら具体的な道徳の枠組みを構築することができません。よくそのカントがですね、提言明法とかでちゃんと言ってるじゃないかとかっていう人いると思うんですけど、あれよく見るとですね、本当に何も言ってないのと、具体的には何も、じゃあ殺人しちゃいけないのかとかですね、何にも言ってないのと同じなんじゃないかなと。で、もう紛争を傍観するだけになってしまうということで、一方は権威主義、集団主義、絶対論で毅然としているが排他的、一方は柔軟だけれども決定力不足ということになって、いずれも多様性と道徳性を両立できないということになります。